こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はリネージュ2レボリューションやっていきましょう。今回するのはレベル55になったので50レベルで受けられる騎乗ペットのクエストと、あとはですね、血明ランクも上がったので血明員の方2回目の募集もさせていただこうと思います。動画内で応募方法とお話しさせていただくので、そちらも確認よろしくお願いします。ダイス、現在の育成情報だと育成ランク R になっていて、図鑑完成数とか、まあ、スキルレベルの合計とかこんな感じになってます。基本情報のベースの戦闘力に近づけるためにこの辺りを上げていきたいです。この辺上がっていくようにするっていうのと、今回はペットクエスト行ってみましょう。ということで、ハーディンからクエストを受けていきます。元気だったかな。荒野のスターリンに会いに行ってこい。探索にきっと役立つはずだ。スターリンの支援、ここから騎乗ペットクエストを行ってみましょう。騎乗ペットだと今クマ乗れる方もいらっしゃると思うんですけれども、レベル50になると騎乗するクエストが受けられるようになります。スターリン、よく来たね。調教師のナインに合わせよう。ブラックベアに会いに行きます。よし、ようこそ。スターリンさんから話を伺ってます。ブラックベアと仲良くなることが大事。クマと仲良くなりましょう。バジリスクの肉を手に入れてきてもらえますか。大好物なんです。ということで、バジリスク倒し終わる、あと2体でかいよね、バジリスク。それで OK かな。子グマに噛ませるものを調達しよう。次は子グマ噛ませるものを調達する。終わってる終わってる終わってる自動になってる。違う自動になってる。噛ませるものを集める、スターリンの支援その2ですね。バジリスクのお肉が終わったら噛ませるものをっていうことなんですけど、違うんだ、バジリスクじゃないんだ自動クエストで移動。こっちですね、変形した虫、アリがでっかくなった感じの。これをまた10体倒していきます。あ、横をクマに乗ってる人がいる私はまだレベルが50までなってないので、クマの騎乗クエストを受けられないんですけど、50レベルになった時にはさっと浮きに行ってフィールドをクマで駆け抜けたいと思います。速さも速くなるし移動も楽々ですよね。あとは移動というと、血明入っている方だと血明ショップから血明のコインを使って移動に必要なテレポートスクロールが限定で1日30回かな購入ができると思います。血明コイン1枚で購入ができるものなので、これを使えば移動も楽々ですよね。ただ近いんだったら使わずにクマ移動がしたいです。以前ちょっと私もお話をしたんですけど、経験値毎日購入するようにはしてるんですが、血明コイン少なくなってきましたので、私もですね、血明ダンジョンに行くときとか、あとは個人クエストとかね、受けて貯めていこうと思います。はい、クエスト1個クリア。子グマの何かあった、子グマに会いに行く。お肉をあげてね、うっかり噛まれないでね。ここに子グマがもうすでにいる。かわいい、来たかわいいな。さっきまであのでっかかったやつ、あんなにちっちゃくなっちゃいました、バジリスク。これで子グマの飼育クエストから、次子グマが数匹いなくなっちゃった。何匹かいなくなっちゃった、まずい。子グマ、子グマ、スターリンを訪ねる。君ぐらいは大変だ。ベアキャット団のやつらに子グマをさらわれてしまった。最近人手が足りなくってね。今から行けば追いつける。ブラックベアに乗る。来たー、今の鳴き声だよね、ギャーって。私にはちょっとギャーって聞こえたんだけどこんな感じで移動も早い。子グマをナインに送っています。1体
まだいるはず。奥の方かな。子グマを狙うなんてかわいそう。子グマ、これで2体目。子グマ、子グマ、子グマ、あとちょっと。これで発見かな。移動するっぽいですね。ここまで追いかけてくるのは子グマのためだ。この日をどれだけ待ち望んだことか。お姉さんもいるんだ。ベアキャット団ミヤ、今さら取られるわけにいかないにゃん。でかいクマ来た。雇われたクマ、雇われてる。え、なんか近くない、近くない。スキル違ったからかびっくりしちゃった。近い、重なってる。クリエナイトのスキルだと敵を近くに寄せるっていうのありますもんね。私を使ってるキャラクターがソードシンガーなのでこの技使えないですけど、遠くにいてもおびき寄せられるのは数いるときに楽ですよね。これでいいかな。あとは3体。まずいまずい。リベロ、ミヤ、あとはパデロかな。まずいまずい。これが犯人。おお、近い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 。意外と硬い、意外と硬いぞ。後ろに子グマが入ってる。押す、押し、もう押す、押し、はいはい。ミヤが OK。 当てみたい。シリエンだと長期戦だと強いですよね。ほい、すごいすごい、全員いますね。よちよち、こでちゅね、怖かったでちょー。え？これでみんなで帰れる。すげーかわいい、追っかけてくるの。子グマ、子グマ。あ、見えない、見えない。見えない。これで OK かな？あれ？こっそり合流してる。あれ？増えた。もう一回？こっそり合流してる。めっちゃいる。これで合流は。まだあるっぽいですね。何体になるんだろう。あ、到着してる。合流、2回合流。最初よりも増えちゃったけど大丈夫？狙う輩が多いんだ。ありがとう。俺にブラックベアを呼び出せる召喚石をあげよう。これで消えた子グマからブラックベア呼び出せる召喚石をもらいました。呼び出しはここからキャラクターを選んでペット。ブラックベア、もう一体がシャイニーレディになってますね。これを召喚して呼び出しすると騎乗できるわよ。それじゃあ実際に騎乗してみよう。クママーク、ペットのマークを押してね。あら、もうあなたに懐いてるみたい。なんて可愛いんだ。私も欲しい。ということでクマゲットしました。サブクエストはレベル上がってからになるんですけど、やっぱ可愛いよね、クマ。他にはもう一個ありますね。ブラックベア、まだレベル1です。その下はシャイニーレディになっているけど、兜等とかつけてるので、これまたつけてっていう風にできますね。ペット装備も集めたいです。4種類あるんだね。もう一つペット、シャイニーレディもかっこいいので早く乗れるように、まあ、レベルも上げてブラックベアのレベルも育てて、こっちにも乗れるようにしたいです。ということでまずはブラックベアをゲット。あとですね、現在のキャラクター背景装備なんですけれども、前回ガシャを引いた時に二刀流の武器出たんですけど、今回はですねその二刀流の武器を売って、でルミナスソードとあとはこの銅なんですが、売ってお金で買って、で余ったので今回はガシャも引いていこうと思います。ということでブルーダイヤ1200を使ってレア武器ピックアップ、召喚ボックス10プラス1個、期間限定の R から UR ランクの装備が獲得可能。2回目引いていきたいと思います。前回が1回目、今回が2回目です。水色変わってお願い。変わんない。厳しいね。R
あるあるある、うん、真ん中 HR UR 装備は厳しいですね、うん、はい、あの装備のレベルアップ通してね、またやっていこうと思います。はい、それでは決命員の方の追加募集をさせていただきたいと思います。サーバーはケンラウヘルサーバーです。現在ランキングが7位、レベルも7レベルで上がってきました。今回は募集の枠が少ない関係上抽選になります。ご了承よろしくお願いいたします。応募の方法はこの動画のコメントにリネ術レボリューションで遊んでいるキャラクター名と決命の意気込みを一言お願いいたします。その後加入申請を送ってください。締め切りは1日しかないんですが、9月2日日付が変わるまでとさせていただきたいと思います。皆さんからのご応募お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!